まあ、人生の扉が開かないとき、開くときって、これちょっとすごく大きなテーマに感じてますけどもね、これは実は、まあ、皆さんがね、常にこう扉ってあると思うんですよ。生きていくとですね、自分の目の前に訪れる扉、その扉が開けようとしても開かないときあるし、逆にスッとこうどんな扉もこう開いていってですね、バン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 前進んでいけるとき、もしくはその扉自体を気づかない人、いろんなチャンスの扉とか、美しくなれる扉とか、自分の可能性を最大限に引き出そうという扉、開ければバンとね、引き出されるのに、その扉すら見つけられない、まあ、そういういろんな人がいてると思うんですが、まあ、今日はそういうことをね、ちょっとお話をできたらなと思います。これはね、ミセス・オブ・ザ・イヤー・コンテストのやっぱり表彰台に上がる人、上がられなかった人、まあ、いろいろと見てて思ったことなんで、何か参考に、ね、なればと思います。はい、今日はそんなテーマでいきます。人生の扉って言ったら、かなりこう、なんていうか、大げさなと思うか分かりませんけど、なんかこう自分で新しいことをやるときにこう扉ってありますよね。その扉を開けていける人と、なかなか開かない人ね、なんだこの扉ってね、でその鍵がかかってないんやけど、その鍵をちゃんとピッと入れたらスッと開いていくる、その鍵をちゃんと持ってる人と持ってない人、まあ、そういうことってあるじゃないですか。でそれをね、ちょっと一緒になって考えてみてくださいよ、ね、なんか知らんけど、その扉をパン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 開けてですね、楽に前に進んで開いていく、世界をこうどんどん広げていく人と、なんかこうどうしても開かなんっていうね、そういうのでこう常にこう焦って悪戦苦闘してる、そういう方、冷や汗かいてる人、いろいろといてると思うんですが、その時のタイミングとかその時の環境によっても違うんですが、その違いについてちょっと考えてみませんか今日ね。まあ、ちょっと具体的な話をね、すれば、そのさっきの受賞をするかしないかっていうね、まあ、なんかグランプリを取ろうとみんな頑張ってるんだけど、そのグランプリが取れる人と取れない人、この差って何かな、ね、それも一つの扉じゃないですか。なんか私はこのステージでグランプリ取るんだっていう目標に向けてみんな頑張ってるわけけども、それでも取れる人と取れない人、高校野球であると甲子園に行きたいけども行ける人と行けない人、まあ、いろいろあると思うんですが、その扉の開ける時と開かない時、実際まあ開かない時っていうのは、僕は多分その扉が、この扉を開いてステージでグランプリ取りたいって思う人ね、それを取れない人っていうのは、そういう時期なんかなって思ったりするわけですね。扉が開かない時と開く時っていうのを、まあ、客観的に考えると、開かないということは、その人がまだそこに行く扉を開いた時に、自分の実力がまだそこに伴わないから、その扉が開いてくれない。で開かないということは、その自分が開くためのスキルとか自分の考えとか自分の、メンタルを整える時期であるんではないかと、まあ、そんな風に考えたりしますよね。だからステージでグランプリ取ってる人はさすがにみんな喜んでますけど、悔しい思いをしている人も、なんかこう、なんていうかな、達成感はあるんかわからないけど、すごく悲しんでますよね。でそこでもね、差が出るんですよね。これをこう見ていただいている方々ね、自分がその立場になって考えてもらったらいいんだけど、なんかこう結果が出なかった時に人に当たったりする人っているじゃないですか。まさしくそのグランプリを取れなかった方々のその後の振る舞いとかをも見てたら分かるんですよ。だから取れないんやなっていう人もいてるわけですよね。取れなかったら悔しいのは分かるんだけど、そこへ来るまでにいろんな方々にお世話になってるとか、いろんな方々にどういう対応したらいいかっていうことを、しっかりとすぐに自分を切り替えてね、心を切り替えて、その人に当たらないっていう、こういう、なんていうかな、これも実力やと思うんですね。だからよくそのなんか結果が出なかったからって言って人のせいにしたりとか、それとかちょっとこうなんていうかな、意固地になったりとか、もうそこでこそ笑顔を出してほしいわけですね、人に会うときに。で人がいてないときに一人でこっそり泣いたらいいんですよ。悔しい涙出したらいいけども、周りにいてて、周りにそういういらん心配をかけないような振る舞いをする、まあ、こういう人が実は次のグランプリになるんじゃないかと、グランプリ取るんじゃないかって思うわけですね。だから扉を開ける人、開けない人
今も言ったようにその心構え準備とかそういうメンタルの強さとかそれから周りに対するこのなんていうかな感謝とか思いやりとかそういう気持ちっていうのをどっかでこう忘れてるとかそれとか取れない時っていうのは、まあ、賞が取れない時っていうのは結局自分の努力不足であったりとかその継続の仕方がやっぱりまだまだ足らんかったとそういうふうに自分を自己認識するその反省をするというそういう素直な気持ちこれもすごく大事ですよね。ところがその取れなかった時になんであの人よりか私が取れないよとかなんで私よりかあの人しか劣ってんのにとかこう比較してねなんかその顔がバンバン前に出てる人とかいてるじゃないですか。逆にねそういう人を見てると僕はねなんかちょっとこう悲しくなるというか、例えばこういうコンテストのねミセスオブザイヤーコンテストっていうことはやっぱりその美の美しさを競うとか心の美しさを競うわけですから外見だけではなくその 内面性の美しさも競う大会なんかは特にその人をこう蹴落としてでもなんとか取るっていう気持ちの人よりかはやっぱりみんなでこう切磋琢磨して成長していったともに頑張って自分が取れなかったも取った方にやっぱ称賛するそういうなんていうかな余裕とかそういうね気持ちでオーラを持ってる人っていうのは次回取ったりしますよね。だからやっぱりそういう人っていうのは常に自分を見つめ直して前回に至らなかったことをどうしたらできるんかっていうことをこう常にね考えていくと、もうはっきり言って人のせいにしないということですよね。だから自分の扉人生の自分の扉を開くというのはもちろんその自分一人で開けるもんではないわけですよね。常にその扉は周りの人の力を借りてその周りの人の例えばキーを借りるとかね扉の鍵をかかってたらその鍵をもらうとかね、まあ、そういうやっぱりこうなんていうかななんか社会ってそんなような、まあ、今日は扉の話してますけど僕はそういうふうに、ずっと経験してきたんですね。だから扉を開けれる人というのは自分の力だけで何とかしようではなくって、まあ、例えば今回であればプロのやっぱりいろんなヘアメイクのことについて、まあ、僕らやったらヘアメイクですけどヘアメイクについてはこういうふうにしたらいいですよということをアドバイスしてもいや当日はこれしてほしいんですってまだ言ってくるわけですよ。まあ、そういうなんていうかな要望を言ってくれるのはいいんだけど結局もう任せたらもうどんと自分が自信持っていったらいいんだけどやっぱり気になるんでしょうね細かいことがね。でそうなると余計にねあっちつかずこっちつかずになってしまうんで、まあ、僕らはヘアメイクもねずっともう長年やってきてるんでそういうのはねプロにお任せしなさいと僕は言いたいね、うん、それとまあやっぱり舞台とかに出ていく時っていうのはなんていうかな自信を持つっていうのは簡単自信持ってくださいっていうのは簡単に言ったらいいんやけどなかなか自信持てって自信すぐに持てるもんではないんであとは僕いつも言うんやけど自分のやっぱりやってきた過程を信じるっていうのかなだからこそやっぱり経験していかなあかんよね。やっぱり自分で努力するとかレッスンするとかそのやったことはもう自分を褒めていくと自分自身を褒めるともうここまで来たから大丈夫みたいな感じで自信を持たして前に出るあとはもう精一杯やったらそれはそれで自分を褒めてあげる結果ね、ダメだったとしてもその扉は今は開けないけども、今も言ったタイミングがあるからその次の扉を開けるためにまた次のレッスンとか課題があるはずなんですよねということですね。この扉というのは、まあ、大なり小なりね人生においていろんな扉ってありますよね。で、まあ、今日はこのライブ配信なんでこの美の扉っていう話をちょっとねそれにかけてやりますと美しくなれるのにその扉開けたらっていう感覚の人っていてません？うん、美しくなれる扉っていっぱいあるとしますよね。目の前にあるわけです。例えば、うわこんな大会出てみたいわって憧れて美しくなりたいわって思ってその扉を開けばそこへ自分も入っていけれるんだけどなかなかその扉を開く勇気がないっていうね美しくなれるのにそれ開けたらみたいなねあるじゃないですか。そこはなぜ開けられないかというところになってきますよね。でそこは何かというと結局自分のなんていうかな自己肯定感っていうことにもよってくるわけです。私なんかそんなところに出れないわっていうふうにし私なんかって思ってる人が実は出てすごくグランプリ取ったっていうか経験の方多いんですよ今回ね。最初は私なんかこんなところに出るのはっていうふうにしてみんな言ってるわけですよ。ところがチャレンジする一歩踏み出してみる
そのことによって練習をする、そして自分の考え方もどんどん固まってくる、で結果グランプリ取るっていうね、やっぱり過程がありますよね。だから、まあ一般の方が別にグランプリ取るためにね、そういう大会出てくださいっていう、大きな大会出てくださいっていうのはなかっても、日頃でもあるじゃないですか。ちょっとこのその新しいなんか新商品ファンデーションかなんか出ましたよね、そのファンデーションを使うか使わないかのこの扉ってありますよね。まあ極端な話、どんな化粧品でもどんなメイクアップ品でも美しくなるためのいろんな商材があるとしますよね。手前味噌ですけど、手前味噌ですけどね、はい、もうこれ僕前にも言ってますけど、このパックね、今ね5パックねもう家置いてるんですよ。今3つここですけど、あと2つあるんです。これ何かというとね、めぐみさんという本がベストセラーになってたじゃないですか。僕もその本を見て、その本を読んで素直に、あ、良さげやなと思ってやり出したのがこれなんですよ。でこれ毎日 朝と夜のパックをずっとやってるんですよ。もうこれ何箱目使ってるかっていうぐらいやってるんです。肌がねツルツルやな、もうツルやつやになってくるんですよ、どんどんやってると。でこういうふうにしてね、パックにペコッと入ってるんで、これずっと本当にね滴るようなね化粧水がたっぷり入ってるんですよ。でこれを朝と夜に2回やるだけで、うちの奥さんもどんどん僕に感化されてやりだして、2人でね朝晩で要は4回使うわけですよね、1日にね。そらなくなるの早いわ。ということで、まあ常にねこの5パックぐらいをストックしてやるんだけど、これもね1900円ほどですから、そんなめんどくさいってみんな思うか分からへんけど、意外とめんどくさないんですよ。もうパッとつけて、でそのままもう10分ほどいろいろやってたらいいわけですね。そうするともう本当につるつる、分かりますか、このつやつやなんで。ほんでこの手もこうパックして残ったやつを手とか体全身にこうまだ拭けるぐらい残ってるんですよ。それをね毎日やってるとどんどんやっぱり変わってきますよね。これね今回まあ僕ちょっとこういうふうにして、ね、ネイル分かりますよね、このネイルね、これゴールド。今回はその金メダルを取ってもらうというちょっと意味もあって、グランプリ取ってもらいたいんでって言って、うちのお客様にこうメイクする時のちょっとこう自分の中でゴールドをやっといたらいいかなと思ってやってあげたんですよ。で取ってくれたんですけどね、結局グランプリと準グランプリと特別賞入りました、3人で、ね、ということでね、やっぱりねなんか嬉しいですよね、自分の知り合いとかお客様がねそういう結果を出してくれてるね。でそのためにも僕らは精一杯こうして自分でできることはサポートしていくと。で今もちょっと話 あっち行きこっち行きしますけども、こういうふうなものを使ったらどうって提案してあげても、その扉を開ける人と開けない人いてるわけですよ。もうそんな今更やってもと思うらダメなんですよね。で僕はこのオイルっていうのも使ってるんですね、セブンフローのオイル。でこの間この開発した小林ひろみさんがライブ配信でやってましたけど、この中には25種類のオイルがブレンドされてると。もう本当にねすごいねツヤツヤなんです。これまあいつも僕顔にまず塗ってねやるんですけど、この手だけでちょっと今再現しましょうか。これもね顔に塗って浸透美容ということで、オイルをまず塗ってからその後スキンケアをするとかねやるわけですね。はい、もうツルツル、わかりますかね、やっぱりオイルなんでね。でこれがベタベタしないんで、後からねしっとりとしてきます。このオイルはいいというものをできるだけ扉を開けていく、こういうものでも商品を使うか使わないかっていう、まあ、扉ですね。これもね美しくなるための扉を開くか開かないかで、開こうとしてるのに開けない人もいてるわけですね。これは何が邪魔をしてるかというと、猜疑心とかね、やっぱりこう自分の今まで失敗したことがすごく怖くって、そういうこともまたなんかどうせダメだろうっていうような、そういう気持ちにどんどんね負のスパイラルに入ってる人っていてるんですね。でそこはねやっぱきちっと僕らは後押しをするためにどんどんお話をするんだけども、やっぱり長年こうのずっとこうそういう猜疑心が強い人は自分のなんていうか実力というか自分の可能性というにもなんかこう疑問符を打ったりするわけですよね。だからやっぱりそれもねやっぱりこういう習慣になっていくんで、まあできればもうこういう僕は綺麗になりたいという人が来たら、まあ、後押しバンバンするんですよ。でとにかくやってみて、でしかもこう同じものを使う時でもいつも言うんやけど、いつも言いますよ ね同じものを使う時、例えばこれが1万円としても、1万円は高っ、こんなん使って本当に綺麗になれるんかなっていう不
クエスチョンをつけたまま使わないこと、わかります？これね、もう私はめちゃくちゃ綺麗になるんやということを常にこの商品も信じると同時に自分の未来を信じる、イメージをする、これをするし続けることによって必ず綺麗になります。断言しておきます、ね、慣れない人っていうのは使い方がまずかったり猜疑心があったり、どうしても自分の中で継続心がなかったりとかで、結局結果を出す前にその扉を自分でパシンと閉めてしまうんですよね。まあ、そうならないためにぜひね、綺麗の扉をバンバン開けていってください、ね、さっきも言いましたけど、その、開けるための鍵がかかってた場合はプロの僕たちのような、例えば美のスペシャリストに鍵をもらってパッと開けて、どうぞ行ってらっしゃいみたいなね、そんな感じで、協力をみんなにしてもらいながら自分の行きたいところにバンバン走っていく、扉を開けていく、自由に開けていく、でいくつ開けてもいいんですよ。美の扉っていうのはいくつ開けてもいいし、ね、幸せになりたいっていう扉はこれ一個だけ幸せになったら、もうこれ以上やったらなんかまた、不幸せになるんちゃうかなって、そんなこと思う必要ないんです。こっちも幸せ、あっちも幸せ、幸せの扉をバンバン開けまくる、そこには際限はございません。自分が死ぬまでどんどん幸せになるんやっていうつもりで開けていく、そしてどんどん美しくなっていくんや、綺麗になっていくんやというね、そういうつもりで際限なく頑張ってみてくださいということでしおりさん、これ綺麗書いてますね、ありがとうございます。ネイル綺麗ですって書いてくれたんで、どこからコメント読んでなかったらごめんなさい。物事にはこれやね、ここからやね、はい、プロに任せるのは大事ということでね、本当にそうですよね。プロと素人は知識の深さが違います。先生のような本当のプロと出会うと痛感しますありがとうございます。もうそういうコメントをいただくとね、調子に乗ってきますよ、うん。まあ、いつも言うように僕はここはね、先生と生徒っていう関係のないと思うんですね。まあそういうプロと出会った時でもやっぱり信頼関係ってすごく大事だと思うので、やっぱり今回のミセスオブザイヤーに参加されるファイナリストの方もやっぱりこうやって僕らにレッスンを受けてる時に、やっぱり先生先生って言ってくれるけど、そこにはねやっぱり人間としてのまず付き合いが必要になってくるんでね、そこの信頼関係ってまず大事だと思うんですね。だからやっぱり素晴らしいなって、まあみんな素晴らしいんですよ、みんな素晴らしいんだけど、群を抜いて素晴らしいなって、だからグランプリ取れるんやなっていう人はもう本当にこっち側が勉強するような配慮っていうのがすごくありますね。思いやりとか人に対する配慮とか、それから、やっぱりなんていうかな、常に自分を、慈しんでるっていうかな、自分を大事にしてる、自分を大事にしてるからこそ逆に周りを大事にできるっていうね、まあ、そういうのがやっぱりこう群を抜いてるような、ね、気がしますよね、はい。グランプリ取れた人取れない人、ね、賞に入る人入れない人で、何かこうビジネスやってて正義感が出る人出ない人、いろんなタイミングはもちろんあると思うんですが、まあ、僕なりにいろいろとその扉を開ける人のちょっとコツみたいなものをちょっとだけ僕まとめに思ったことをね、日頃からやっぱりまず何が来ても自分が何かこうチャンスの扉が前に出る時あるじゃないですか。安村あの人が世界で大会で100人のうちの、まあ、日本人の誇る一人に入ったということは、もう相当やっぱりいろいろことを準備してると思うんですね。だからやっぱり常日頃その結果が出ない時でも、その新しい自分の大きなチャレンジする扉が来る前にやっぱりね、日頃から陰で、ね、自分の準備と機会を待ってるっていう人多いですよね。だからグランプリを取っていく、大会で取っていく、その大会前だけ努力するんじゃなくって、日頃の自分の生活の中でもそれを意識してるとか、それに必要なものをどんどん取り入れて勉強していくとか、まあ、こういう下準備っていうのはすごくやっぱり努力をしてる。それからその準備をしていくために自分ということをよく知る、その扉を開けていくときには自分がその扉を開ける何が必要かっていう、自分の得意とする部分と弱みっていうのをしっかりと見つめることが大事であります。これはまあ僕も思うんだけども、例えば何かステージでやなあかんときに、あ、これは自分が今スピーチ力弱いなとか、あ、また自分はこのアドリブ力強いなって、こういうの自分のことをしっかりと知っておくと、今このステージに上げてもらった時に何をしたらいいかということを客観視できる力、これもね大事です。その客観視できる力が周りの人を
に対して貢献できる力になるんで、その時に扉がパンと開いたりしますよね。だから常日頃自分が強いものを伸ばしていって、弱いウィークポイントは多少自分が努力してそれを上げておく、レベルを上げておく、こういうこともすごく大事。それから、やっぱり扉を開けた時に、開ける時に誰だって新しい扉なんで結構勇気がありますよね。その開ける瞬間に何が必要になるかというと、自分のことを信じるメンタル力っていうのが大事になります。これはもう心の持ち方なんで、心の持ち方なんかってメンタルつけといてねっていうのは簡単やけど、結局日頃から自分を信じて小さいことを新しくどんどんチャレンジする習慣をしておく。そうすると、どんどん大きな扉が来た時にバーンと開けていく、その自分のなんていうかな、自己肯定力、自己肯定力と、もう一つエフィカシーっていう言葉があるんですけど、このエフィカシーは将来どんなことが起こっても私は僕はやっていけるっていう、この、自己肯定力よりかもっと高い未来への自分の可能性っていうことを自覚できるっていう力ね、これエフィカシーって言いますよね。でこれをしっかりと常日頃から感じて考えて持っておくということになります、はい。それともう一つは、自分一人で今まで生きてきたんじゃないから、再認識してほしいのは、今の周りにいている自分の仲間、ブレーン、それからお世話になった方々にどんな感謝を常日頃から感じて生きているか、これによっていざさあ扉開けるぞって言った時に周りがバーンと後押ししてくれたり、協力をしてくれたりして、そのおい、鍵ないと、鍵なかったらこれ使えみたいな感じでパンと開けていってもらえるという ね、これを見ていただいている方は、いろんなその美容の関連の質問そうだし、まあ、美容というのはね、いつも言ってるように美容を追求することは自分の人生を輝かせるための一つの訓練になりますからね。だから美しさは必ず自分の人生を成功に導いてくれます、うん。心がよどんだりね、心がこう止まる、水で言うと止まってしまったりすると、どうしても次へこう成長がストップしてしまいますからね。だからそういう部分では自分の顔を、鏡を見て、それにメイクでもスキンケアでも、ね、日々昨日より今日より明日というね、この小さなこの積み重ねをしっかりと、美を磨くことによって自分の人生を磨いていくというね、こういう間違いなくこういう連動をしっかりとしてますからね。ということで、来週まで、ね、どうぞごきげんよう。暑いので熱中症など気をつけてください。それでは良い日曜日を。